では井戸ブロック、一番下ですね、自分の基盤や防衛本能に関わる機能です。扱いは得意なのですが、大した価値を感じておらず自覚も薄いと、ああ、はい、なるほど、使えるけど、それに価値をそんなに重きは置いてないんですね。置いてない。かっこいいですね。これがね、これかっこいいんですよ。それもうイメージですよね。二等兵のイメージ。そんなことないです。そんなことはないですよ。かっこいいじゃないですか。扱えても、いやそんな論理なんていらねえよって言いたいの。なんかね、なくて言うのとあって言うのって違うじゃないですか。まあ、そういうあれ思い込みですよね。で、現代社会は論理的に考えられた方が得なんですって。まあ、使い方だと思いますけどね。井戸ブロックの論理はかっこいいですよ。はい。間違いですかね、これは。わからないです。わからないです、はい。はい。では、無視された機能、7番目。強弱で言うと星3つで、価値はあ、やっぱ低いね。低いとこですもんね。こっちは低い。価値は低い。はい。が、LIE と LSE ですね。無視された機能かける内向論理。アイデアやシステムの持つ論理についての議論は、内容は簡単に理解できるのですが、基本的に興味がありません。そういった論理構造は、目標達成にはほとんど価値のないことだと受け取っており、全く面白くない上に生産性もないことであると感じている。論理的に一貫しているか、矛盾がないかっていうことは、この LIE と LSE にとっては全く面白くない上に目標達成に関わらない非生産的な観点であると映ります、なんで？要はこの論理なんてものはこれを達成するために必要なものであって追求するものではないよぐらいの感じじゃないですか。だからこの論理ばっかり話してるの意味ないよねみたいな、現実的にどう使うかが重要なだけで、そんなとこもうみたいな感覚だと思うんですよ。ああ、要は論理的によくは言えないんだけれども、はい、ルールに従うこの一貫、はい、一貫だよ。いやいや、この進むときに一貫なんてありえないじゃん、みたいな感じ。まあそれよりもどう使うかの方が重要じゃないのみたいな話じゃないですかね。僕の今の説明と違うんだやっぱり。いいですいいです、はい、全然。では証明する機能かける内向論理、ILI と SLI ですね、いらっしゃるかもしれない、はいはい。この ILI と SLI は、この先に申し上げた LIE、LSE 以上に、論理をめぐる議論を得意としながらも軽視します、かっこいい。この人たちは主張と前提を突き崩して、そこに論理的な欠陥があることを示しながら、他人の見方を論理的な観点から批判することが多いですと、しかし過度に批判しようとしませんし、現実が綺麗な論理で正確に表現できるとも思っていませんと。この2つのタイプは、他人の判断が論理的に矛盾していれば批判を行います。しかし、LII と LSI とは違い、そもそも現実を一つの完全なシステムに落とし込めるとは考えていません。まあ、この LII と LSI というのは、一番上、自我のブロックの、要は、そこが最も崇高であると思っている人たち。価値も高いと思ってる。はい。なわけないじゃん。で、そう、はい、論理的にはうまくいかないよみたいなのあるじゃないですか、はい。で、僕はそうだそうだ何も考えずにやってる感じです、はい。だっせーな、はい。ではセルフチェック、自分はこんな俺できるのかな内向論理をどれぐらい使っているか、セルフチェックしてみましょうっていう、はい。一般から特殊へとはどういうことでしょうか。特殊から一般へとはどういうことでしょうか、例を挙げてください、とか、論理的であるとはどういうことでしょうか、あなたはどう理解していますか、あなたの論理的の理解は一般的に受け入れられた理解と一致していますか、
論理的であることは簡単なことですか、うん、ではもう一つの問題、階層とは何でしょうか、階層の具体的な具体例を挙げてください、うん、階層には従わなければいけないのでしょうか、うん、その理由は階層システムの具体的な例を挙げてください、うん、こんなの、はい、僕は読んでるそばから、はい、プルーって誰かがしてくれるわって、うんうん、多分最初はその論理的であるとはどういうことですか、うん、っていうのは多分自分なりの意見なら言いますよ。それが正しいかどうかは、あ、だからその論理的に、はい、なところを軽視してるってことですよね。ああなるほど、うんうん、そんな人それぞれじゃないのみたいなのはあります。僕はね、論理的であるということはどういうことでしょうかって聞かれると、うんうん、そんなの自分で考えるよ、うん、はい、って言いながら、はい、かーって汗が出てくるんですね、うん、やばいって、はい、うん、で言いたくないが出てくるんですよ、うん、だから自分で考えろよってなる、ね、そう、もうまさしく脆弱の機能だなっていうのが分かるんですけど、うんうんうん、正解があるわけじゃないと思うんですよ、はい、はい、要は、うん、自分がどの態度を示したかですよね、うんうん、っていうことで、多分隊長は論理的とはどういうことですかって聞いたときに、うんうんうん、あ、はいはいって考えるわけじゃないですか、はいはい、で多分言ってくださいだと言えますよね、多分、うんうんうん、僕は言いたくないなんですよ、うん、辞書引けよとか、うん、でそうです、で僕だと、まあ、こういうのは人それぞれ違うだろうなみたいなのがあるので、多分その論理的であることを軽視してる、価値観低いと思ってるみたいな、はい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 、出ますね、うん、内向論理。ちなみにこのめまいさんのところに行くと、めまいさんは IEI なので、うん、やや弱いが価値は強いと思っていらっしゃるところかな、うん、なのでホームページに行くと、うん、めまいさんはこの今の例題に対して答えてます、うんはい、僕は答えようとしません脆弱だから違います、辞書に書いてあるし、今なんかチャット GPT で聞けば教えてもらえますよ、うん、じゃあ君はチャット GPT よりか論理的に説明できるのかよ。あ、で僕の論理でいくと、はい、この論理は人それぞれ違うって話です、はい、なのでこの僕の考える論理なんて話したところでそんなに価値はない、はい、だけど多分一番上の人は、はい、いやこれだっていうはずなんですよ、はい、で自分のものが、うんうん、正しい、自分のものを選びたい人ですもんね、うんうん、はい、僕今汗が止まりません、はいはい、なんで今僕と同じように、うん、論理的では、論理的とはどういうことですか、説明してください、うん、で僕と同じ反応が出た人は、うんうんうん、間違いなく長自我にいます、はい、うん、いかがでしょうか、はいはい